皆さんこんにちは。コンセプトショップ WTS のストアマネージャーの翔太です。今回はですね、こちらのナイキダンクハイをご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。とか一昨年その前とか、すごい世界中でダンクシリーズが一世風靡したというか、すごい人気のシリーズとして君臨してました。今でもやはりそのダンクっていうのは人気なんですけれども、その人気の要因がやはりこの加水分解とか、そういう経年劣化がしづらいっていうところが個人的にすごい大きな要因かなと思ってます。資産価値としてもお持ちの方も多分多くいらっしゃると思うんですけれども、そういう保存面でまずかなり優れているのと、あとはですね、単純に合わせやすいのがかなり人気の理由かなと思ってます。で、今回はそんなこちらのダンクハイ3足をご紹介したいと思います。で、まず1足目にご紹介するのがこちらです。リブストロングっていう、がん克服プロジェクトっていうのがあったんですけれども、とナイキが共同で一緒にコラボレーションというか、やられたシリーズです。で、それに加えニューヨークを代表するグラフィティアーティストフューチュラーとの、トリプルコラボレーションみたいな形ですね。で、このアッパーのデザインなんですけれども、フューチュラーを代表するグラフィティの一つなんですけれども、フロムっていうシリーズです。さまざまな各国の紙幣をデザインに落とし込んでるスニーカーですね。このヒールのところにそのフューチュラのこのアイコニックなこのロゴもあるんですけれども、こういう感じです。こちらのコンディションが新品未使用のデッドストックになります。で、サイズが29センチになります。で、箱付きですね。で、こちら一般販売されたシリーズではなくて、こちらはセールスマンサンプルって言いまして、一般販売される前の一番最終段階での商品になります。一見その一般販売されたスニーカーともうほとんども変わらないんですけれども、内タグを見るとそのセールスマンサンプルを表す9999って数字で書かれております。かなりこちらもデザインもいいですし、かなり希少性の高いスニーカーの一つでございます。お次にご紹介するのがこちらです。こちらは2008年にリリースされたスニーカーです。皆さん見たことありますかね。グラミー賞受賞者のために配られたスニーカーです。一部 LA のなんかスニーカーショップでも本当ごく少量のみなんか販売されたっていう話は聞いたんですけど、基本的にはそのグラミー賞受賞者とその関係者のみに当時配布されたスニーカーでございます。こう見ての通り、こう非常にこう、ゴージャスで、なかなかこういうデザインのスニーカーはないかなと思うんですけれども、特徴的なデザインをいくつかちょっとご紹介させていただきます。まずこのゴールドのこのスウッシュですね。こういう感じでかなりこうきらびやかなこういうデザインになっております。あとはですね、ちょっとこうヒールパーツもオーストリッチの素材を使ってあったりとか、このステッチですね、ステッチもこのゴールドのステッチが採用されていたりとか、非常に本当に特別仕様なスニーカーに仕上がっております。こういう感じですね。あとはこの終端のところも、一般的なダンクハイと比べるとちょっとデザインが異なるかなとは思うんですけれども、あとシューレースもちょっとこうパープルで、すごいこう全体的に非常にこうバランスの取れてる、かつかなりこうゴージャスなきらびやかなスニーカーになっております。で、こちらのコンディションが、こちらは箱なしで販売しておりまして、デッドストックの状態です。で、サイズが、28センチですね。こちら2足目のスニーカーでした。最後にご紹介するのがこちらです。こちら以前の動画でも軽くご紹介させていただいたかもしれないんですけれども、こちらは実はそのナイキからリリースされたスニーカーではなくて、オーチャードストリートっていうアメリカのストリートブランドが出されたモデルになります。2003年にリリースされたこちらのスニーカーなんですけれども、そのオーチャードストリートがずっとそのナイキ側にコラボレーションしたいとずっとこう懇願してたらしくて、ただそのナイキ側にずっと断られ続けてたっていう、そういう背景があるんですけれども、でそうなった時にそのオーチャードストリートが自分たちでじゃあもうナイキのスニーカーをもうカスタムして売ろうっていう風な流れがあって、ゲリラ的に当時販売されたっていう話でございます。で、こちらの販売方法が非常に面白くて、そのニューヨークの至る所の街にあるその電線にこの靴紐を結びつけて、でポスターがあるんですけれども、後ほど写真でご紹介しますけれども、そのポスターをその街中にこう貼って、ウォンテッドっていうポスターなんですけれども、そちらをこう貼って、でスニーカーは電線に
靴紐で結んで、要はその見つけた人がもらえるみたいな、そういうゲリラ的なあの販売の仕方をしました。生産数自体は約まあ30から40足なんですけれども、そのうちの半分はあの有名なラッパーのナズですとか、あとはまあ JG ですねとかにあの行き渡ったっていう話 で残りの半数が今お伝えしたようなそういうゲリラ的な販売の方法でリリースしました。今のその販売方法ももちろんその面白いんですけれども、緑とオレンジがまあベースのスニーカーなんですが、こちらもともとブラジルカラーのものをオレンジにペインティングしてるスニーカーです。ちょっとこの中のシューターの裏を見ていただくと、ここがもう黄色になってるので、あの本当もうブラジルカラー、皆さんご存知だと思うんですけれども、ブラジルカラーのスニーカー、ダンクハイをカスタムしてるスニーカーです。でこちらが、コンディションがもうほぼまあデッドストックに近いんですけれども、ちょっとこうアウトソールに若干の使用感があるのと、あとはちょっとここに履きじわが多少ちょっとあるかなっていうぐらいで、ただあのかなりコンディションが抜群にいいです。で、箱付きで付属品も全部完備している状態です。先ほどのお伝えしたウォンテッドって書かれているポスターも一緒に付属しているので、それだけでもかなりあの価値のあるものだと思うんですけれども、でサイズが、こちらで、27.5cm です。かなりゴールデンサイズでいいサイズっていうのもあって非常におすすめです。本日ご紹介したのはこちらのナイキのダンクハイというシリーズでした。コンセプトショップ WTS では本当さまざまな、希少なアイテムを厳選して販売しております。ショップの情報ですとか、あとあのオンラインショップも開設してるんですが、そちらはあの概要欄に貼ってありますので、ぜひあのそちらも合わせてご確認くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。